さんが、心配というか申し訳ない気持ちにならなくて大丈夫なので、はい、私は元気なのでこのまま配信したいと思います。見てるかなみんな分かんないけど、はい、ということでですね、昨日か一昨日ぐらいに755の方で私に質問を募集したんですね。はい、で質問を答えようと思って、で総数が120、126、123、120、いくつだっけ、ちょっと待って数えたんですよ、数えさせてもらって、で紙全部この箱のに書いてきたんです、こうやって。で126だ、126個の質問をいただいたので、これにね入っているので、はい、書かせていただきました、全部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 、はい、なので今から本当に、1時間で何個、なるべく全部答えたいので、なるべく全部答えられるように、まあ、でも余ったら TikTok で載せとろうかなって思ってるので、まあ、残ってもいいんですけれども、はい、早速たくさんありがとうございました。もう、私はこれは間髪入れずにシャンシャンやりたいと思います、シャンシャンバンバンやりたいと思います。はい、まず1個いきます。メンバーから告白されました、それは誰かすごい1個目からすごい質問ですけれども、告白されたそれは誰、ゆなこ。次、洋服にブランドやこだわりはある、なんだろう、なるべく着回しができるようなものを買うようにしたりとかしてます。あと自分が可愛いと思ったもの。はい、次、静岡にいる時はよくお茶を飲みましたか。私はどちらかというと麦茶の方が飲んでいたかもしれない。でもお茶はすごくなんだろう、喉とか風邪予防にいいってよくママが言ってて、飲みなって言って水筒に入れても学校に持ってったりとかしてました。はい、次、 NGT に入って一番辛かったことは、一番辛かったこと、今のこの期間が結構辛いかもしれないですね。基本的にいつも楽しい活動を送らせてもらってるので。はい、次、アイドルのオーディションを受けると知った時の友達の反応は、私のことをよく知っている仲のいい友達はすごく応援してくれたんですけど、でもそれ以外の方の反応は分かんないですね。もちろんみんないい反応じゃないと思うんですけど、私の周りの友達はすごく応援してくれました。はい、次、過去か未来一度だけ行けるとしたら、行けるタイムマシーンがあったらどこに行きたい？未来に行きたいです。過去にはあんまり行きたくないかな。はい、男性ファンと話すときどこを最初に見ますか？目。次、マシモ家では兄弟姉妹での食べ物の取り合いはありましたか？多分覚えてるわけじゃないんですけれども、普通にそれなりにあったんじゃないかなって思います。で最近で言うと、最近というか、よく印象に残っているのは、犬2匹飼っているんですけれども、犬が1匹、もう1匹の方のご飯を取っちゃうっていうのはありますそれ可愛い。はい、次、生まれた時の体重は何グラム？わかんない、4000いくつとかじゃん、ママに聞けばわかる、多分いくつだろう、わかんない。はい、続いて、静岡県のいいところを3つ。はい、名古屋とか東京に行きやすい、空気が美味しい、食べ物が美味しい、あ、みんなそれ一緒だわ。名古屋にも東京にも行ける、富士山がある。3つ目は、割と何でも揃うところ。はい、続いて、あ、これ逆だ。ステイホームで見つけたこと、成長したなって思えることは、特にないな。特にないとか言っちゃいけないか。見つけたことは、案外自分は引きこもり生活でもいけるんだなっていうこと。はい、続いてこちら、服や靴に困っていませんか？私あんまりもう何年も同じ服とか靴を履いたりする派なので、特にありがとう、心配してくれて。
はい、続いて、ソロコンサートができるのなら一番最初に歌いたい曲は何だろう。でもイントロで皆さんって挨拶したいんですよ私っていうのが理想なので、なんだろうな。でも NGT の曲がいいから、やばい、テンポが悪い、テンポが悪いと。なんだろう、何かがいるとかいいですね。うん、はい、続いて、富士山に登ってみたいですか。もちろん登ってみたいです。小学校の時に学校なんか登ったことあるんですけど、登りたいですね。はい、静岡県に行ったらこれは絶対食べた方がいいおすすめの食べ物は、もちろんこれは爽やかなハンバーグですね。何が美味しいかという、何がいいかというと、目の前でハンバーグを切って焼いてくれるんですよ、半分にして。でソースもかけてくれて、もうその瞬間にすごくよだれが出てくるところがいいですね。はい、続いて、これ取れない、2枚。はい、初めての握手会の感想は、私のファンの人っていてくれる、いてくれたんだって思いましたね、嬉しいことに。はい、続いて、一番仲のいい先輩はかっこみなちゃん以外で、誰だろう。この間ちょっと前に連絡を取ったから、ゆかさん仲良くさせてもらってます。でも基本的に皆さんと仲良くさせていただいてますね。はい、続いて、ペンライトを振りコピー風に振るのはステージから見て邪魔ですか、気になりますか、ステージから見て気になることありますか。振りコピーは前も質問されたことあるんですけど、全然ないです、邪魔とか思うことは。うん、全然気にならないですね。ステージから見て気になることは何だろう、サイリウムの色チェンジはい、これだけは誰にも負けないことはあんまりないんですけど、でもファンの方のことを考えてることは誰にも負けたくないですね。はい、続いて、身長、服のサイズ、足のサイズを教えてください。身長は161センチ、服のサイズは S だったり M だったり、足のサイズは23とかかな。はい、続いて、ファン参加のイベントでマッシーがどんなことをやってみたいですか。なんだろうな、バーベキューかな、楽しそう、みんなでワイワイバーベキュー。続いて、そろそろ夏が近づいてきましたが泳ぎたいですか。海、プール、ナイトプールどこがいいですか。日焼けしたくないからナイトプールだけど、あんまり泳がなくてもいいかな。続いて、加入1年目なかなかアンダー出演のチャンスが回ってこなかった頃の気持ちは。これはですね、自分の実力がなかったからどうしようもない、どうしようもないというか、回ってくるように頑張るしかないって思ってました。ファンの方には申し訳ないなってずっと思ってましたね。これ入ってなかった。はい、続いて、ちょっとこれ開けない。はい、アイドルになるために、歌とダンスが上手くなりたいです。何をしたらいいと思いますか。もう高3なので48グループになれる可能性が少なくなってきてしまっています。なんだろうな、ストレッチ、柔軟とかは結構やっていた方がいいかもしれないですね。で、なんかダンス教室とかに、ダンス教室というかダンスができる環境なのであれば絶対やっといた方がいいと思います。でも高3だからといってね、私も高校卒業してからグループに入ることができたので、全然諦めないっていいと思いますよ。頑張ってください。続いて、野球のバッティングで逆らわずに逆方向へという意味は通じますか。これちょっと弟に聞こう。自分の利き手の逆の方に打つのかな。はい、続いて、これだけは譲れないというこだわりは何だろう。なんだろうな、なるべく部屋は暗い方がいい、落ち着くっていう感じかな。ちょっとパッと思いついたらそういう感じ。はい、今年の夏限定でしてみたいことは、なんだろう、いろんなイベント、夏のイベントに出てみたいですね。状況がなんかね、
いろん、うん、そうね、いろいろコロナが収束してねできる状況であればいろんなイベントに出たいですね。でもこの夏限定というよりかはもう来年も再来年も出たいなっていう感じですけれども、うん。続いて、どうしてもアイドルになりたくて今まで3回48グループのオーディションを受けてきました。どうしたらアイドルになれますか？ NGT の衣装が着たいです。あー、これはね、多分ね、その時のタイミングとか運とかが一番あると思うんですけれども、なりたいっていう気持ちが強ければきっとそれが神様に届くんじゃないかなって思います。応援してますよ。一緒にね NGT の衣装が着れたらいいですね。ね、はい、続いて、マッシーのお気に入りの洋服はなんだろう。最近はね、白シャツっぽいなんかね服を買ったんですけど、それが良かった。多分この間前ね着たと思う。うん、それが お気に入り。はい、朝ドラはいくつぐらいから見るようになったの？これはアマちゃんです。本当に朝ドラブームが来た時のアマちゃんからです。ごめんね、コメント全然読んでなかった。コメントタイムに入る？一旦。だるまありがとう。今日もかわいい、ありがとう。ファシャファシャ。そう、意外と背大きいんですよ。みんな見てたかな？うん。そう、爽やか食べてみてください。いい、あ、こういう感じね。そう、こういう感じなんです。よく動画サイトの方で、あ、違う、YouTuber の方で質問返しをやっていらっしゃるじゃないですか。あれは編集ですごいスピーディーに進んでるのかもしれないんですけれども、私もああいう風にやってみたくて。髪型かわいい、ありがとう。こういう、久しぶりにショールーム見に来た。ありがとう。多分見てってください。はい。じゃあ、ちょっとじゃあ後半戦いきますかね。今、まだね、全然あるの。こんなに。なので、次はこちら。修学旅行での一番の思い出は、なんだろう、ホテルの友達と隣の部屋で、隣の部屋なのにホテルの電話を使って電話をかけたことかな。うん、はい、続いて、究極の選択です。左の部屋に指原さん、右の部屋に巨人の坂本選手、どちらか会えるとしたら どちらの部屋に行きますか？指原さんの方行く。これはいろいろもう質問というかお話したい。はい、マシモ、あ、間違えた、巨人軍マシモ GM、投手野手一人ずつ誰が欲しいですか？投手はですね、去年というか2019年のドラフト1位のロッテの方に行った佐々木朗希くん、ピッチャーのあの子、すごい子。はい、で野手は誰だろう、野手じゃないかもしれないんですけど、厚尾の松田選手、多分野手じゃない、外野手だっけ、野手か、サードか多分ごめんなさい。続いて、コロナが収束して普通の生活に戻ったらやりたいことは何ですか？公園以外で食べ放題に行きたい。続いて、カホちゃん推しに一番望むことは、うん、離れないでずっと好きでいてほしい。それだけ。続いて、メールの返信はいつ読みやすいですか？すぐ、もらってすぐですか？寝る前ですか？いや、私結構頻繁に見てるので、いつでも見れます。うん。続いて、UFO は信じる？ UFO は見たら信じちゃうと思う。UFO らしきものとかを見ちゃったら。今はちょっと見たことないからわかんないんですけど、ずっと好きでいるって、好きですって、ありがとう。はい、続いて、朝起きてからのルーティーンは何だろう。まずはの体の関節を鳴らすことですね。で、手を洗って顔洗ってご飯を作って食べる。あ、日焼け止め塗るね。はい、続いて、研究生各メンバーのここが大好きというよりもメンバー一人一人について教えてください。よし、じゃあこれは研究生一人一人ね、いきます。まずチカナはですね、
もう皆さんが知っている通り、すごく熱い気持ちを持った子、そこがすごく、うん、大好きだし尊敬する。続いて大塚七海。七海は面白いしすっごく優しいんですよ。なんだろう、もう本当に自分のことより相手のことを考えられることができる、うん、優しい子。次、小越遥はすごく不思議で、なんかふわふわしてると思うんですけれども、でもちゃんと自分の信念というか気持ちはすごく強く持ってて、うん、あとみんなのことをね大好きで連絡をしてきてくれる子で、みなちゃん、次みなちゃんは、研究生のことを一歩下がって見てくれていて、で縁の下の力持ちじゃないですけど、誰が困ってる時、全員一人誰か困ってる時があったらもう必ずすぐ気づいて連絡したりとか声かけたりとかしてくれる、すごく大事な人で面白い。私、うん、面白いし、な、多分皆さんね、この間のリレー配信の時に知ったと思うんですけど、あんなにね綺麗な顔していて変顔がすごいという、あとは動きが面白い、うん、で、あ、すごく努力家、うん、続いて小宮山サラ。サラは本当に無限の可能性を秘めてる。もうどんどん上手くなっていってるし、ダンスもめちゃめちゃ上手くなってるし、すごい、もうサラが二十歳になる姿とかもう想像したらもうすごい子になっているんじゃないかなって思ってます。次、かえりちゃん。かえりちゃんは何事にも全力で、あのね、ほらほら新潟駅のほらなんだっけ、一番になったじゃない、このアプリのやつで、それもさ、すごく自分が鉄道が好きだからっていうすごい熱い思いを持ってて、すごいファンの方にも一生懸命精一杯ファンの方に、なんだろう、対応というかショールームも毎日頑張っていたりとか、いろんな比較考えて頑張っている姿とかすっごい素敵だなって思ってる、うん、こういう子をきっと皆さんは応援したくなるアイドルっていうのはかえりちゃんみたいなこといいんだろうなって思います。次、夢。夢は研究生のことが本当に大好きで、みんなのことを常に思ってくれてて、でこの子はな、すごいね、分かってるの、研究生のことを。で、私って個人的には、私がボケをした時に欲しい、してほしい、誰か突っ込んでほしいな、こういう突っ込みでしてほしいなって時に夢がそういう突っ込みをしてくれるんです。うん、嬉しい、嬉しいというか運命共同体というかそんな感じ。あと妹みたい。次、ゆなこ。ゆなこは可愛い、もうただただ可愛い、なんか彼女にしたい、メン彼女にもし自分がね男の子だったら、うん、もう彼女にしたい子だなって思うし、髪の毛ツヤツヤだし、であとゆなこもすごく気が利いて、優しい、うん、あと人のいいところにすぐ気づけるし、それを言葉に表現するのがうまい。次、テラヒナ。テラヒナはあのね、毎日ショールーム配信 してるよね、してたりとか、すごく手先が器用なんです。ダンスも全然癖がなくて、あと振りとかも覚えるのが早くて、うん、で、うん、すごく器用だなって思う。で、すごくね、ランニングとか運動をしてるって前言ってて、公演の時とかだから、すごい努力家なんだなって思ってます。次、ユウ。ユウもどんどん可愛くなってってるし、なんか高校3年生だけどすごく大人っぽいなって思って、でもちっちゃいもんクラブのリーダーやっているから、なんかたまにというか、ちっちゃいもんクラブでショールームやってた時に、ショールーム MC なんか仕切りをやるんだけど、どういう風に仕切ったらいいかなみたいな感じで私に聞いてきてくれて、いやでも楽しみでも大丈夫だよみたいな、私なんて全然しょうもない答えをしたんですけど、本当にユウも努力家だし、うん、うん、頑張っ、うん、すごい努力家だなって思う。続いて
みゆみゆ、藤崎みゆちゃんはもうね、みゆみゆちゃんもねすごく可愛くなって、もうみんなめちゃめちゃ可愛くなっていってるんですけれども、もうみゆちゃんもすごく可愛くなってて、であとはファンの方のことを何考えて発言だったりとか、ファンの方が欲しいって思っているものを、うん、うまく出せれるのがすごい上手いなって思ってる。あと文章能力も高いし、すごくいいですね。これなんだっけ、何の話だっけ、みんなのことをなんだ一人ずつ言うんだっけ。はい、次マナマナは、やっぱりギャルというか、なんだろう、派手なイメージが強いと思うんですけれども、マナはあのねピュアでね可愛いんです。あのね、笑った顔が好きなの、なんかね、うん、それでああ見えてすごく急に天然な発言をしたりするのが面白い、めちゃめちゃ。次青はね、やっぱり最年少っていうこともあって、すごく妹みたいで、皆さんも思うと思うんですけれども、守ってあげたくなるような存在、うん、でもすごくやるときはやるし、ダンスもうまいし、私が逆に助けてもらってるぐらいなんですけど、うん、分かんないところとかすごい教えてくれたりとかしてくれて、すっごい助けられてる、うん。次ひのは、私ひのは本当に大事な存在、うん、ひのはね、みんなからは真面目とか、真面目じゃないというか、抜けてる部分もあるんだろうなっていうのは最近分かってきてると思うんですけれども、そういうところがみんなに愛されてるというか、あとはなんだろう、研究生のこともひのはすごい大好きで、常にみんな可愛いみたいな感じでよく褒めてる印象がある。やっぱり歌も上手いですし、 TikTok 見た？ひのの最新のやつ、すごい MV 風に撮ってたやつがすごいやっぱり演技力が高いなって思いました。次モロも研究生のことが大好きで、みんなにいつも牛しに行ったりとかしているので、多分みんな最近モロの牛してる姿とか、マジか好きって言ってくれるのがないから、ちょっと寂しいなって最近思ってるんですけれども、うん。でモロもね、ダンスうまいけど、みんな分かってない子が、ダンスが追いついてない子がいたら、うん、分かるまで付き合ってくれたりとか、こうするともうちょっと大きく見えるよってアドバイスしてくれたりして、うん、ダンス番長、うん、大事な存在。こんな感じかな。続いてこれ、今一番の自慢料理は肉じゃがをね、この前作って、私天才かもって思ったので、今自慢の料理ですね。はい、メンバーのものまねで自信のあるメンバーはかいりちゃん、あとね、私まりなさんの真似も得意でも、結構基本的に言われたらできるかもしれない、わかんないけど。はい、新潟と静岡以外でラーメンを食べるとしたら、どこの名産ラーメンを食べたいですか？横浜の家系ラーメン食べてみたいなって思ってます。はい、全国放送のゲスト、新潟県内のみのローカル番組のメインパーソナリティ、どちらかを選ぶとしたらどちらを選びますか？これ選べないな。でも全国だとやっぱり家族とかおばあちゃんとかにも届くから、あとね、応援してくれてる地元の友達とかにも入れてもらえるから、うーん、全国放送のゲストかな。うん、でもうん、県内新潟県のね、レギュラー番組もいいね。ちょっとこれは迷うところ。続いてマッシーの体のパーツの中で、ここは自信がある、見てほしいというパーツはまつげ以外にありますか？どこかと言われたら足。でも見すぎは良くないですよ。はい、あ、ここにちょっと、ちょっと、はい、続いて、ラーメン部員として新潟に来た時にぜひ食べてほしいラーメンは、つばめ三条系のラーメンがね、背脂が濃いラーメンが食べてほしいですね。続いて、返信で使っている絵文字も届いてますか？届いてます、見えてますよ、ありがとうございます。お父さんにお母さんに、顔はお母さんにとよく言われますが、
二重なのはお父さんにですね。うん、わかんない。でも性格は自分で、あ、パパ似だなって思う時もあるし、いや、ママ似だなって思う時もある。本当にママとパパの、うん、ママとパパの子供はい、続いて一番印象に残っている朝ドラは、なんだろう、なんだろう、半分青いの、滋賀県の時の、滋賀だっけ、滋賀の時のね、いや、場面はすごい印象に残ってる。自分と重ねる部分が結構多かったから。うん、あとは全体的に残っているといえば、あれだね、夏空、夏空。はい、マッシーの小さい頃の夢は、リアルガチ小さい頃の夢はポケモンマスターでした。その次にアイドルとかプリキュアとか。はい、続いて、もっと仲良くしたいとメンバー思うメンバーは、同期先輩どちらでも、先輩ですね。 NGT の先輩、先輩ともっと仲良くなって、NGT 全体のね、なんだろう、いい感じに見えたらなって思います。続いて、好きな月の形は、三日月。はい、新潟でドライブしてみたいところは、長岡行ってみたい、あと日本海行ってみたいですね。続いて、公演後に一番にすることは、髪の毛をほどいてもらうこと。あのね、編み込みなんですけれども、私あれほどけた瞬間に開放感がすごくありますね。はい、続いて、私のここを見てというアピールポイントは、なんだろう、なんだろうな、アピールポイント、なんか楽しそうにしてるところを見てほしいですね。はい、続いて、はい、落選続きで任天堂スイッチが買えません。動物の森をやりたかったのです、やりたかったけど諦めて、プレステ4の桜大戦を始めてもいいですか。いいと思いますよ。このね、楽しいと思うならやるがいいと思いますよ。はい、あ、笑顔ね、笑顔いいね、笑顔かもしれない。はい続いて、初めて NGT を知ったのはいつですか、どういう経緯ですか。オーディションですよ。 NGT48 の1期生オーディションの合格者発表の時に知りました。48グループの新しい方は全員チェックというか見ていたので、続いて、一人旅をするならどこで何する、国内海外。国内ですね、国内に行きたいですね。どこだろう、京都とか、でも結構どこでも行きたいかも、四国とか。笑い声も好き、ありがとう。はい、続いて、新潟でお気に入りの場所は、安らぎ亭かな。続いて、 NGT に入って泣いたことを教えてください。泣いたこと、直近で言えば、合宿の時ダメだった時かな。続いて、オーディションでなぜ出陣を歌ったんですか。歌った後の手応えはどうでしたか。あんまり覚えてないって、出陣は多分歌詞が多分その時の自分に合っていたからと、多分インパクトを与えたかったんじゃないのかなって思います。歌った後の手応えとかあんまりもうね覚えてない、緊張しててけど、ないわけでもないけど、あるわけでもなかったはい、続いて、今欲しいものは全てあげてください、物や人気など人気はもちろん欲しいですね。なんか人気が欲しいというか、人気が出るような人になりたいと、物で言うと、新しい携帯のやつ、機種のやつあとはなんだろうな、みんなが目移りしないような人に、能力、才能、顔、その他、なんだろう、体型、なんだろうねあとは、なんですかね、パッと思いつくの、なんだろう、そんな感じですかね。続いて、全48グループで好きな衣装は、結構みんな知ってると思うんですけど、本当に私重力シンパシーの衣装が大好きなんです。
続いて、最近ハマっている気になっている絵文字スタンプはある？メールで書いたあの絵文字ね、あの絵文字と、あとは最近は女の人の絵文字よく使っているじゃないですか、こうなんかこういうやつうんかな。続いて、私の握手会はどんな感じ、来た人を笑顔で帰っていただけるような握手会をするよう心がけています。はい、続いて、隣のレーンでいつも自分のところに来てくれているファンを見つけました。さあ一言。もう知らない。はい、ユニットでキャンディーをすることになりました。あるあと2人は誰がいいですか？誰だろう、誰だろうな、誰だろう、でもなんか私、みんな可愛いからな、誰だろうな、年齢的に、年齢的に言ったら誰だろう、チカナとサラはい、続いて、好きな恋愛映画は、好きな恋愛映画なんだろう、君の膵臓食べたいを見た時は泣いた、感動して、続いて、一番得意なモノマネは、一番得意なモノマネ、最近得意なモノマネは、鬼滅の刃の炭治郎くんじゃなくてもう今心が炭治郎って言いたがってたね、吾妻善逸くんのマネですね。好きな T シャツの色とサイズは、こんなこと聞いてどうするの、僕に何かくれるっていうのか、いやでも、いやそんなわけないよね、俺嫌われてるのかな、だって普通こんなところに置いてく、置いてかないよね、もっと励ましてさ一緒に頑張ろうとか言ってくれるよね、もう僕は嫌われたんだ、炭治郎。はい、好きな T シャツの色とサイズは、サイズは結構大きめのサイズ、色は最近ハマっているからブラウン。続いて、ファンの存在や思いを初めてしっかり感じた瞬間と、その時のファンの存在や思い、はい、続いて、成人式のビジュアルが保ててるように見えるけど運動不足になりがちな今、その秘訣は、いやそんなことはないと思うんですけど、お風呂入る前に筋トレはするようにしてます。続いて、ぴょんぴょん星人はいつか会えますか？皆さんが思っていたら会う日が来るかもしれないし、もう来ないかもしれないし、わからないです、ぴょんぴょん星人次第。はい、久しぶりにマシモちゃんの全力キャッチフレーズが聞きたいです。はい、みんなの心にお邪魔しも、あこれ全力じゃないか、はい、みんなの心にお邪魔しも、ありがとうございます。唯一静岡県出身マッシーこと、間違えた、唯一静岡県出身20歳のマッシーこと KAHO カホマシモカホです、イエーイ。はい、久しぶりに会ったな。続いて、初めて新潟市に来た時の印象は、都会だ。続いて、野球観戦をするときはどこの席が多いですか？外野席ですね、応援するところの席ですね。はい、マシモ家の最近の、最近あったおうちプチニュースある？なんか DIY をしているそうです、ちょっとペンキを塗ったりとか。はい、続いて、 NGT48 劇場で初めてコメを見た時に涙が溢れてたと聞きましたが、どんな気持ちでしたか？いやこれね、私もどんな気持ちと言われるとわからないんですよ。なんだ、多分ここに立ちたいって思ったんだと思いますよ。あとかっこいいとか、あと近くてびっくりした、めちゃめちゃ。はい、続いて、48グループ以外で好きなアーティストさんやよく聴く曲は、流行りの曲はチェックするようにしてて、
あとは家入りレロ、家入りレオさんの曲が好き。うん、めちゃめちゃ感情移入しちゃう。はい、続いて、あおちゃんがマッシーの塩おにぎりを食べている姿が好きと言っていたけど、おにぎりの具は何が好きですか。いや懐かしいな、あおがね、そう、私のね塩おにぎり食べてる姿がねすごく好きってね、そう、本当に2年ぐらい前とかじゃない。うん、なんだろう、でも最、うん、おにぎりを買うときに必ず買ってしまうのはツナマヨですかね。続いて、思わず録画したくなる女優さんは永野芽郁さん。続いて、お仕事ではなくプライベートで行ってみたいところは、なんだろう、なんだろう、お仕事ではなくプライベートで行ってみたいところ、なんだろう、どこだろう、鎌倉の散策行ってみたいですね。続いて、マッシーから見た2期のメンバーのを一文字で表すとしたら、じゃあね、楽とか楽しいとか、一緒にいて楽っていうのもありますし、一緒にいて楽しいっていうのもありますね。続いて、今まで生きていて一番幸せと思ったことは、なんだろう、横浜スタジアムのステージに立たせてもらえた時。でもまだね、これ、まだもっと幸せって思いたいですはい、ないかも、ないね。うん、でも過去のカノは、過去のカをつけてみたいですね。続いて、またソロで歌う機会があったら次は何を歌いたい。なんだろう、なんだろうな、なんだろうな、平田さんのソロ公演の時にいいなって思った彼女って曲、個人的にやってみたいなと思ってる。はい、続いて、アイドルマシムカホファースト写真集決定、どこで撮影してみたいですか。あー、なるほど、海外は分かんないな、ロサンゼルスとか、でも新潟とか静岡で撮影するのもいいかもしれないくないですか。はい、あ、最強ツインテール、最強ツインテールは成人イベントの時にやらせて、自分で先に覚えておこうと思って自分で起こしたんですけど、ダンスを、それがね難しかった。うん、あとね、ウザも難しかったな。次、得意料理ベスト3と今後挑戦してみたい料理は何ですか。得意料理ベスト3、3位が肉じゃが、2位が、なんだろう、パスタ、1位がオムライス。続いて、最近怒ったことは、最近怒ったことなんだろう、怒ってないかな、なんだろうな、あんまり思いつかない。ショールーム中に弟が電話かけていた時あれは怒ったはい、今は全然大丈夫ですけど。はい、続いて、出張公演ができるとしたらまずどこの劇場でやりたいですか。HKT48 劇場さんですね。でも AKB48 劇場さんでもいいな。続いて、最近ハマっていることはなんだろうな、 TikTok、 TikTok を見ること、見るというかTikTok で自分ができそうなものを探すこと、あとはお菓子作り。続いて、長女でよかった、末っ子の方がよかった。そうね、長女でよかったかもしれない。うん、続いて、キングダム以外にも気になっているアニメや漫画は、なんだろう、あー、なんだろう、あ、あれ、アヒルの空、アヒルの空、バスケのアニメ。続いて、今度田崎先輩と大森真帆ちゃんとコラボ配信してください。したい、いいかも、したい、したい、電話でね、電話つないで、うん、したいです。これは前向きに、今何時だ、41分、あ、終わりそうじゃない。はい、続いて、
お披露目で、バンダイの野外ステージ上から見えた景色を振り返って今思うことは、研究生のお披露目であんなにたくさんの方が集まってくださったんだっていう、うん、嬉しさと、あの時の気持ちを忘れちゃいけないなって思いますね。はい、じゃあコメント読むね。はい、みんなでもあんまりコメントしてないよね。してるか、してるか。あ、で TikTok といえばさっきめちゃめちゃため撮りしたので何をあげるか楽しみにしていてください。あげようと思ってるので、でちょっとあれだな、 TikTok でやりたいので質問を、ちょっと置いとくね、こっちに。はい、置いときます。続いて、お披露目行った、だってありがとう、そう、よろしく。続いて、あ取れない、取れた。はい、NGT の公演や楽曲の衣装で一度は着てみたい、ステージに立ってみたい衣装は、世界はどこまで青空なのか、あー青春時計もいいな、あーでも春はどこから来るのかもいいな、世界はどこまで青空なのかかな、うん。続いて、2000人ありがとうございます。ファンのみんなにわがままを一つ言ってください。私以外のことを見るなはい、続いて、 NGT に加入して一番嬉しかったことは、なんだろうな、ファンの方に出会えたことかな。うん、でもお仕事とかで言ったらオールナイトニッポンに出れたこと、指原さんと同じステージに立てたことかな。はい、よいしょ。はい、続いて、新潟の好きなところやおすすめの場所は何とこですか。またメンバーを静岡に連れて行くなら誰とどこに行きたいですか。くしゃみでそうなんだよね、ずっと。新潟の好きなところは、ん、好きなところやおすすめの場所、なんだろうな。でもバンダイめちゃめちゃ何でもあるからすごくいいなって思いますし、うん、あとはあの日本海の方、マリンビアの方とか良かった、いいですね、うん。続いて、メンバーを静岡に連れていくな、大塚ななみが静岡に行きたいって言ってくれているので、ななみをとりあえず静岡に案内して連れて行きたいなって思います。続いて、 NGT の中で尊敬する人は、でもみんなそれぞれメンバー、違う、研究生のメンバーもさっき話したと思うんですけど、うん、研究生のメンバーもそれぞれ尊敬するところがあって、先輩方もそれぞれ尊敬する部分があるから選べないな、選べないですね、うん、うんうんうん。続いて、血液型は何型ですか。ここに来てパーソナル情報、A 型です。はい、続いて、あ、はい、アイドルはステップアップとして次は何になりたいですか。次はというかタレントさんになりたいですね、私は。はい、かほちゃんの私服可愛くて好きです。よく買う服のブランドはどこですか。ヘザーとか GU でも買えますし、あとはエモダとかかな、うん。はい、続いて、合格発表の時自信はありましたか。それでは最後です。61番と言われた時の気持ちは、自信はなんかあるけどなかった、あるけど なかったね。年齢のこともあるし、ダンスがそんなに上手なわけでもないし、うん、自信はなかったかもしれない。
61番ですと言われた時の気持ちはもう本当に驚きしかなかった。もう本当にあの表情のまんまって感じ。本当に本当に 100% びっくりしますっていう顔じゃないですか。うん、本当にびっくりした。うん、まさか呼ばれると思わなかったっていう感じです。うん、星ちょうだい、どうぞもらってってください。続いて、給食でこれが出たら嬉しいとなるメニューは基本的に何でも嬉しかったですね。コーンのソテーとかも大好きでしたし、あとはあ、ミートソース、ソフト麺のミートソースのやつ、うん、いやはい、おーこれ長い。続いて、罰ゲームやるものと絶対に入れたくないものは何ですか。スカイダイビング、バンジージャンプ、ゲテモノ料理、ヘビを首に巻く、新潟駅前で NGT48 一人でやる、フルマラソン、富士急でお化け屋敷一人で行く、先輩にドキ、新潟駅前で一人でパフォーマンスと、フルマラソンと先輩へのドッキリ以外は全部やりたくないです。この中だったらそれがやるかなって感じ。マラソンは、うん、まあ頑張ればできるから。うん、はい、続いて、ドラさん後のマッシーファンがとても残念がっていたのは当時知ってましたか。もちろん知ってましたよ。うん、知ってました、あの時はね。うん、知ってた。続いて、だからね、あの時から応援してくださってる方とか、うん、嬉しいですね。はい、子供に戻れるとしたらやり直したいことは、なんだろう、やり直したいこと、なんかあんまりないな特に。バレエをやらせてって頼んだかもしれない。うん、続いて、好きな変化球は、おお、こういう変化球の質問好きです。はい、あ、そういうことじゃないですよね。言葉の響きだけで言ったらナックル。続いて、 NGT に加入して一番悔しかったことは、一番悔しかったこと、なんだろう、あるけどちょっとまだ言えない。まだというか、なんて説明したらいいのか分かんないけど、公演のことで悔しいなって思ったことあるんですけど、うん、ちょっとまだっていうか、言っていいのか分かんないから言わない。うん、はい、続いて、今までで一番ハマったゲームは、今までで一番ハマったゲームは、動物の森ももちろん今ハマってるんですけれども、あれだね、ポケモンハマったね、 DS の。続いて、自宅でも楽しめる面白いテレワーク〇〇は、次は何が来ると思いますか。なんだろう、でもね、自宅なんだっけ、オンライン飲み会とかさ、オンラインなんとかとかありますよね。なんだろう、オンライン収録とかね、収録とかあるから、なんだろう、オンラインカラオケとか。続いて、あ、やば、もう終わっちゃうよ、時間どうだろう。お、あと10分だよ、いい感じじゃない、もしかして。はい、続いて、ハルルンがハルカムラの条例を出していたけど、マシュマカホン推しの条例はありますか。なんだろう、もうなんか本当に多分みんな無理って言うと思うんですけど、うん、私以外のところを見るところ、あとはなんだろうね、うん、まあ私のことを好きでいてくれれば、もうそれ以上の幸せはないし、それ以上求めてはいけないんですけれども、うん、好きって言ってくれるなら、そうしてって思う。はい、うん、まあね、無理なことは分かってるから、私よりもね、全然可愛くて面白い子とか才能ある子とか、うん、全然いるのも分かってるし、私なんかじゃ全然ダメっていうのも分かるから、うん、はい、そういうことで、続いて、はい、
ガタフレで共演したロッチさんの印象はとってもいい人、とってもいい方、優しくて、あのね、面白くしてくださるし、本当にマシも行きます、私まだ全然忘れてないから、うん、はい、続いて、最近マシモの嬉しかった出来事を教えてください。マシモの嬉しかった出来事、なんだろうな、嬉しかった出来事、 TikTok を開設して TikTok で、うん、新しい発信ツールができたことで、そこで自分の名前をエゴサーチしたら自分の動画を作ってくれてる人がいたこと、嬉しかった。であとね、こういう時なのにも変わらずね、私のことを応援してくださる方がいることが嬉しい。続いて、古代文明は信じる？超古代文明、わかんないな、どういう、何カレンダーのやつとか、わかんないけど、私占い信じちゃうからきっと信じるのかな。続いて、好きな朝ドラベスト3は、ベスト3か、でもね、ベスト3ランキングはわかんないですけど、あまちゃん、あまちゃん、夏空、あとマッサンは結構多分ランキング上位に入ってくると思います。続いて、これ最後です。まああとは TikTok で撮って編集して載せようかなって思ってるのであれなんですけど、はい、一番行ってみたい国は、国か、ハワイかな。はい、ということでね、終わりました、質問返し。皆さんが質問をたくさんしていただいたおかげで、あのね、ちょうど時間をね、いい感じに10分前に終われて、いい感じに終われたと思いますよ。ありがとうございます。やっぱりね、書いてよかったのに、書かないとさ、そう、私もね、書くのいっぱい来て送ってくれてるから書くの大変だな、どうしようかなって思ったんですけど、紙をちぎって書いた甲斐がありました。ありがとうございます。やったー。私ね、絶対終わらないと思ってた、これは多分次に持ち越しだなって思ってたんですけど、ちょうどよかった。よし、ふう、今ね、一気に喋ったからね、疲れた。だってなかなかなくない？もうぶっ通しで今喋ってたよね。うん、いい企画だった。みんな知りたいこと知れましたか？聞き応えあったよ、よかった、ありがとう。ちょうど5分前だ今。あ、今日の髪型はこうやってちょっとこうやってやってみました。はい、あ、ハワイ国じゃない、あ、そうか、場所か、そうね、ごめんなさい、うん、早口だからね。ハワちゃん鬼かわいいですって、よかった、ありがとう。もっと知りたいって、ありがとう。おー、よし、じゃあスクショタイムといったところに行きますか。はい、マイメロ様も映りたいと言っているので、はい、そうです、やりきった、本当にやりきった。はい、マイメロ様今日もお元気ですよ。なんかさ、光の感じでさ、なんか目が暗く見えるんだよね。はい、まあでもこういうね、スピード感のある配信はね、なかなかないのではないのかなと思っているんですけれども、皆さんいかがでしたか。ね、私もなんかこういうスピード感のある配信をしようと思って、多分これ
一個一個のんびりやることもできるんですよ。一個一個その質問に答えて、その質問に関して詳しく話したりとかっていうと、でも多分それだと絶対1日というか1時間じゃ終われないなと思ったし、それだとなんか絶対なんだろう、なんだらんってちゃうかなって思って、うん。しかも一発目からさ、すごい質問だったよね。メンバーから告白されました、それは誰ね、最後まで見れたらって、よかった、よかったよかった、本音が聞けてよかったです。ごめんね困らせたら。はい、1時間マジ20秒だったわ。秒ということですね。カメラのあたりからライトを当てるといいよ。テンポよかったよかった、周り、まあ、面白かった、またやる、やるやる。暗くない、なんかなんだろう、光かな、ウィハート、ハート、はい。そう、重力シンパシーのね、印象に行きたいと思ってる、いつか。うん、彫りが深いのか、いや絶対それはないよ、絶対それはないよ。トークがうまくなってる、いや なってないと思うよ、なってないと思うよ、全然まだまだですよ。今日のこれはね、三つ編みをしてぐるぐる巻きにしたの、ちょっとねあれなの、左右差があるの、うん。めっちゃ楽しかった、よかった、ありがとう。そうね、うん、左右非対称、まあでもそこは愛嬌ということでよろしくお願いします。なんかこっちね、ぐるぐる巻きにするのが、ぐるぐる巻き、ぐるぐるするのが全然うまくいかなかった、うん。でも初めて話すこととかあったかな、どう。マイメロ様も楽しかったとおっしゃっております。あ、59分、ありがとう、教えてくれて時間、はい。じゃあそんな感じで皆さん、今日ね TikTok を上げる予定ですので、上げる予定というか上げたいなと思っているので見ていただけたらなと思います。でいいねとコメントと、シェアシェアシェアで、面白いと思ったらぜひフォローをよろしくお願いします。そうですよ、5億回見てくださいね皆さん、うん。はい、じゃあ皆さんおやすみなさい、ありがとう見てくれて、そしてたくさんの質問ありがとうございました。またやろうかなと思います。